バニアルカ地方は、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国の構成主体の一つである、スルプスカ共和国を構成する地方。首都は、バニアルカ。スルプスカ共和国の首都であるバニアルカを中心としとし、2005年、現在の人口は70万9000人で、セルビア人が多数を占める。バニア、ルカ、ボサンスカ、コスタイニサチェリナツ、ボサンスカ、グラディシカ。 イストチニドルバリアゼロクネジェボコトルバロシュボサンスカズビザ、クルパナウニクプレスラクタシムルコニチグラードノビングラード、オシトラ、ルカペトロバツプリエドルプルニャボルリブニク、スルバツシポボテスリチ。ありがとうございます。